お待たせです。小原です。桑畑原の小原です。よろしくお願いします。今回のお芝居、どんな役柄でしょうか。私ちょっと髪の毛いつももうちょっと茶色いんですけど、はい、黒く染めたんですけど、はい、まさかの学校の先生です、はい、いや、やないねん、まあ、私もと思ったけど、はいはい、全然普段のイメージとは違いますけど。違うよね、はい、だから配役ミスじゃない。いやいや、そんなことは。いや、でもね、学校の先生ですごく真面目で控えめな、現実っていうか先生なんだけれども、そのやっぱみんな今回の舞台はこう二面性というか、はい、どっちが本間でどっちが嘘でってみたいな部分があるから、その真面目ですごく、学校の先生らしい先生の裏側も演じることができるので、それはかなり私の字に近いと思います。電話のシーンがありましてね、実家の母親に電話をするというシーンがありまして、まあ、実際にそれは自分の本間のお母さんをちょっと思いながら電話をかけたりなんかさせていただいております。なんか普段は芸人さんというイメージで、まあ、しかも漫才をやられてるっていうイメージが強いと思うんですけど、お芝居の方も好きなんですか。芝居はね、むっちゃすごい、言うたら小学校も中学校も高校も大学も演劇部で、大学は演劇学科やったから、もともとホリプロに入る前は女優さんになりたいなと思って東京に出てきてるから。そうなんですね。うん、はい、で流れて、まあ、芸人をやってるという。でもこの芸人をやったおかげでまたこうやって舞台に出させていただけるという。あ、じゃあ本当にやりたかったことを今やられてるっていう。そう、ほんでこの今回のお芝居の、このチームオダックさんは、はい、去年も一緒に笠原さんとか演出の笠原さんとか皆さんご一緒に昨年も出させてもらったので、うん、まあ、よく分かるというか、だから楽しく芝居をさせてもらってると思います。じゃあこの、うん、小原さんの役柄、役どころの、見どころを最後にお願いします。まあ見どころですか、まあじゃあ私の美しさを。まあそれにつきますよね。まあ関西弁じゃないなというところで、まず普段見れないんじゃないかと思いますので、女優小原まさかを見てください。わかりました。誰か結婚してください。